みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日は徳川家康さんの人生をお寺で振り返ろう。はい、まあ、つまりは徳川家康さんゆかりのお寺をご紹介します。はい、現在大河ドラマどうする家康がも大人気でございまして、私はもちろん見ております。では皆さん、あれを見ながら聖地巡礼したくなりますよね。はい、ということで徳川家康さんが生まれてから戦国時代駆け抜けて天下統一して江戸幕府を開く、その中でお寺って実は重要な役割をしているんですよ。なのでその重要な徳川家康さんが人生のターニングポイントで登場するお寺さんを一緒に振り返って、皆さんにはぜひね、聖地巡礼の、まあ、ガイドにしていただけたらと思いますよ。そもそもね、徳川家康さんっていうのは今川義元公の人質になってですね、過酷な幼少期を育つんですよ。そんな彼にとって心の支えとなる、そして教育機関でもお寺っていうのはすごく重要な存在で、もう晩年に至るまで神社仏閣をとっても大切にした方なんですね。はい、でそれでは当時お寺ってどういった機能をしていたのかなっていうと、まあ、さっきも言ったように教育機関でありました。そして駆け込み寺的なポジションでもありましたね。もう負けて逃げては殺されるっていう時のお寺に守ってもらう、そしてもちろん人生のアドバイスをいただける心の拠り所でもある、そして時には軍事拠点にもなる。はい、そして政治的なアドバイスをもらえたりと、本当にいろんな役割をお寺の和尚さんと一緒に歩んでいるということでですね、大河ドラマでもお坊さんの役が結構出てきますよね。はい、ということでそういった重要なお寺さんを振り返っていけば徳川家康さんの人生も見えてくるということで、今日は徳川家康さんの人質時代、まあ、つまり幼少期ですね、そして戦国時代織田信長の下で、まあ戦争に出始めるわけですよ。戦国の世を駆け巡る戦乱の時代、そして天下統一を果たして江戸幕府を開いた後の晩年の時代ということで、この3つの大きな区分でご紹介してまいります。ではまず幼少の人質時代ですね。徳川家康さんは岡崎市で、岡崎城で生まれます。ただすぐに人質となって今川義元公の下で駿府で育つわけです。静岡県ですね。はい、そんな彼が幼少期に過ごしたお寺というのは静岡県静岡市にある臨済寺です。ここは今川義元たちの菩提寺ですね。この臨済寺で大元節斎というお坊さんの下で家康さんはいろんなお勉強をして育つわけです。なのでこの大元節斎さんの教えっていうのが家康さんの考え方にものすごく影響していると言われています。一回このお寺が完全に火事で燃えちゃうんですよ。その後徳川家康公はこのお寺を建て直さなきゃいけないということでお金を出して建築をし直すわけですね。そのお堂が今でもこの臨済寺には残っております。ということでこのお寺は代々徳川家によって大切に守られるわけなんですね。なので竹千代、手習いの間、まあ、この竹千代というのは徳川家康公が幼い頃の名前ですね。竹千代手習いの間というのが復元されて今にも残っております。でここ普段一般公開していない臨済寺さんなんですけども、年に2回御開帳というか一般公開のタイミングがありますので、ぜひとも皆さん足を運んでみてください。静岡県のね、駿河湾を望む大変綺麗なお寺さんです。この大元節斎さんというのは今川義元公の参謀、まあ、右腕のような役割をしていた大変賢い和尚さんでございまして、なので家康公の教育係としてもね、大変有力な方で家康公の後々の人生に大きく影響を与えている和尚です。この臨済寺の住職であった大元節斎さん、もう一つのお寺を再建しております。清見寺というお寺です。同じく静岡県静岡市にあります。ここはですね、荒廃していたお寺を大元和尚が建て直すわけでして、こちらにも同じく竹千代手習いの間っていうのがありますね。ここでも家康公をよくよく勉強していて、後に家康公が朝鮮に使節団を送る時にこの清見寺に人を400人以上集めて、歴史もあるわけですね。ということでもちろん徳川家康並び徳川家が代々大事にしまして、今このお寺の仏殿にいらっしゃる釈迦如来という仏像は三女の正常院さんがご寄進したということですね。大宝城と大玄関もこの正常院さんが寄進をしていらっしゃるそうですよ。このお寺さん行くとね、大変綺麗な景色です。大変ゆかりの地となっております。
幼少の家康さんのゆかりのお寺として加水斎というお寺もあります。ちょっと変わった名前ですよね。このお寺は14世紀前半に作られたお寺なんですけども、11代目の住職の仙林東禅さんという和尚がある時命の危機に瀕していた小さい家康武千代くんを助けるんですね。で後々に家康が浜松城の城主となった時に、この仙林東禅さんに感謝を伝えなきゃいけないねということでお城に呼ぶんですよ。ただ殿に謁見している最中、仙林さんね、寝ちゃうんですよ。こっくりこっくり寝ちゃって、まあ相当おじいちゃんだったのかなと思うんですけども、もう家康さんは、いやこれぐらいね安らかになってくれるぐらい僕の親みたいな存在だわなっていうことで怒らなかったんですよ。周りはやべえぞ、殿前で寝ちゃってるぜってなるんですけど、いやいや寝かしておきなさいっていうことで睡眠を許可したんですよ。眠るよしって言ったらしいですね。ということでその仙林和尚を加水和尚と呼ぶことにしたんです。そしてお寺は加水斎と名前を変えて今に伝わっております。この加水斎めっちゃ綺麗なお寺さんで、もう見るも歩くもとても癒される場所なんですが、有名なのはトイレですね。加水斎東司というトイレが8メートル四方の巨大なトイレ、ど真ん中に渦様明王というトイレの神様がブーンといるんですよ。仏像ですよ。それがね、なんと有形登録文化財に指定されております。文化財のトイレっていうところでね、ぜひ皆さん行ってみてください。人質時代の家康さんでもう一つ重要なお寺が万松寺というお寺です。これ愛知県の大須の商店街のど真ん中にありますね。もうこのお寺はですね、大須商店街の発展は万松寺抜きには語れないぜっていうぐらい、あの商業のね発展にこう大力を出したお寺さんなんですけども、今行くとねもうねビルディング、商店街のど真ん中に派手派手ビルディングがあるわけですよ。もう竜がブーンとでっかい彫刻が置かれていて、光と水と音のショーがたまに始まったりとか、もうキラキラ輝く灯籠がうわーってあって、この派手な施設はなんだ、あ、お寺なのみたいな感じでびっくりしちゃうんですけども、実はここ大変由緒あるお寺でして、織田家の菩提寺なんですよ。織田信長の織田ですよ。で家康公は今川に人質取られる前、織田家にも人質に取られていて、当時6歳の武千代くんと13歳の信長公がここで出会って3年間一緒に過ごしてるんですよ。もう大河ドラマだと相撲を取ってちょっと弟分の家康をこうからかって遊んでるみたいなシーンもよく出てますけども、まあこの時に彼らの絆が生まれたわけですよ。それが万松寺っていう愛知県の大須の大きなお寺さんですね。幼き武千代さんは元康ということになりまして、今川義元公の下で出兵をし始めるわけですね。桶狭間の戦いということで、織田信長軍勢と今川義元軍勢がバチバチに戦うわけですよ。そこでね、今川義元撃たれちゃうわけですね。ということで今川方の家康さんたちが逃げて逃げてたどり着いた場所、そこが大樹寺というお寺ですね。かっこいい名前ですよね。このお寺大河ドラマでも出てきましたね。こちらは松平家、つまりは家康さんたちのご先祖の菩提寺なんですよ。でもう負けちゃってしんどいよっていう家康に、この大樹寺の住職であった東洋商人、出てきましたね大河ドラマでも、東洋商人が御礼度権具浄土という言葉を授けるんです。この言葉は徳川家康は生涯大切にすることになるんですね。旗にも掲げて、ね、出陣するわけです。これは江戸っていうのが、まあ汚れたこの世の中はってことですよね。つまりは戦乱の世でございますよ。この苦しい時代を離れて浄土を求めましょう。つまりは今あなたがいる場所を浄土にしていきましょうよという言葉なんですね。なのでこう自殺をしようとして、もう俺は死ぬ、浄土に行くんだっていうイエスに対して、いやいやいや、あの世が浄土じゃないんですよ。今あなたがいる場所を浄土にしましょうよ。この戦乱の苦しい汚れているこの江戸を離れて自らの手で浄土を作っていくんですよ、家康さんという言葉なんですよ。ということでこの東洋商人はこの言葉を家康さんに授けてですね、彼はここから再起を図るわけなんです。後々のようですね、家康さんは自分が亡くなるという時に、
自分の位牌は大樹寺に安置せよという遺言も残します。それぐらい松平家、自分のご先祖様が眠っているお寺で自分が起死回生できたということが重要な場所だったんですね。いまだに大きな大きなこの大樹寺さんでございまして、まあ、結構ねぐわーっとあの門から見える景色なんかも有名ですよね。ご本堂の中にはオンリエドゴング浄土っていうお軸ガーンと掲げられております。それから戦乱の時代の徳川家康さん、もうここはねもう東に西に駆け回って、正直ゆかりのお寺山ほどあるんで紹介しきれないのでね、みほとけちゃんもお寺仏像大好き芸人として一向一揆について抑えたいなと思って一向一揆のお寺をご紹介しますね。一揆っていうのは習ったことありますかね。農民町民たちですねが重い税に苦しくなってお上に反乱をするというのが一揆なんですよ。その中でも一向一揆っていうのは、一向っていうのは一向宗という浄土真宗の一部の宗派みたいなことですね。一向宗が中心となって団結をして起こすのが一向一揆ということです。で、まあ、織田信長も徳川家康もこの一向一揆には手を焼くんですね。もう西に東に領土がどうなるかっていう戦国武将たちが戦っている中で、やっぱり戦国時代自分たちも不安定な社会で不安が多いですよ。そんな時に救ってくれるのは南無阿弥陀仏というお念仏の教えだったわけですよ。なので一向宗人気になるわけですね。そこで我々を苦しめているお殿様たちにこの我々の意思を表示しようじゃないか、どうにかしろということで、もうね越前の方、新潟県の方では一向宗が勝っちゃって一向宗の世が100年続くみたいな、そんな時もあったわけですよ。そこで三河一向一揆と言って、まあ、徳川家康さんの拠点となっている三河でも一揆が起こるんですよ。徳川家康の家臣団も2つに割れちゃうぐらい、もう大変手を焼く事態になるんですね。まず徳川家康さん方の一揆の中心地が上州院という愛知県岡崎市にあるお寺ですね。はい、聖徳太子が手彫りの聖徳太子像があると伝わるぐらい、あの古いいいお寺さんなんですよ。で、一方一向宗の中心地、本庄寺というお寺になります。これは愛知県安城市にございます。空誓上人という方がご住職でして、民が苦しむのは武士のせいだということで、お寺の中にもう巨大な町を作っちゃって上人呼び寄せて集まる民衆たちを助けるっていうぐらい、お寺自体は大きくしてね、武士を敵にするということもありながらも、まあ、民衆の皆さんを救済するためにご尽力していた方で、この本庄寺っていうのはやっぱり一向一揆に立ち向かうために寺の作りがですね、もうお城を作るような城郭伽藍といいまして、外堀があって内堀があって土塁があって、そして物見櫓になるような大きな鐘楼があって、もうこれ今も残されてるんですよ。そういった城郭作りをして、まあ戦に備えるようなお寺の形をしてるんですよね。そこでこのお寺に家康が攻め込むという形で三河一向一揆がついにバーンと火蓋を下ろされるわけなんですよ。この本庄寺を中心として本庄寺、上宮寺、昌万寺という三河三家寺で、まあ、一向一揆が起こるわけですね。これが半年間も続くんですって。長い。この一向宗が結構粘り強くてですね、家康も手を焼いて、最終的に昌寿院の中で和睦が結ばれます。和睦が結ばれるって言ってもね、やっぱりこの敵対勢力は油断ならないわけですから、一向宗を禁止するという結末になりますね。はい、まあ、民衆にとっては大変苦しいことだったと思います。ただイエスは大変寛大だったので、家臣の中で敵対側についてしまった人たちを断罪しなかったんですね。そしてこの一向宗の禁止も20年で解きます。はい、ということで武将にしては優しめの処置なんですかね。はい、この本庄寺ちょっとね、ぜひ城郭作りとその一揆の歴史を学びに行ってみたいものですね。戦国時代最大の戦といえば関ヶ原の戦いですね。この戦いの吉凶を占ったお寺、それが大正寺というお寺がございます。埼玉県越谷市にあるお寺です。大正寺さん、歴史は西暦750年に遡ります。東大寺を開いた老弁上人というお坊さんが作った不動明王を祀るお寺です。徳川家康さんが江戸城に入ってから、この地方ってどんな町かなということで、まあまあ旅をするわけですよ、この地域をね。で、埼玉県に入った時に大正寺という立派なお寺に宿泊をします。で、まあ、寺領を与えて名前を大正寺と改めるわけですね。じゃあいざ石田三成と戦って、この
日本を治めるのはどっちじゃいという戦が始まるときに、家康さんはこの大聖寺さんに参って必勝祈願をするんです。やっぱり古い不動明王がいらっしゃるということで、まあ、戦に勝てるようにというその荒々しい心を奮い立たせるのにいいお寺だったんでしょうね。徳川家康は戦勝祈願に一個の太刀を寄進するわけです。でその寄進された太刀をこうごま壇に置いて、多分盾に置いたんでしょうね。ごまのご祈祷するわけですよ。でご祈祷しながら、この太刀が西に倒れたら石田三成の負ける、東に倒れたら徳川家康が負ける、さあどっちかなということでこうご祈祷したところ、最後その刀を西に倒れたそうなんですよ。でね、実際その関ヶ原の戦いは徳川軍勝って石田三成の西軍が負けたわけじゃないですか。まあ、だからそのご祈祷の力が発揮されたのか、僧侶のその必死なご祈祷で西に倒れた太刀のなんか置かせ方と炎のメラメラと、それによって巻き起こる風のなんか感じかもしれないですけど、そういう偶然ってありそうですよね。何かがね、一生懸命鍛えてきた、練習してきた、準備してきたけれども、最後にやっぱ自分の心に勝たなきゃ本領発揮できないじゃないですか。その自分の心に勝つための人として徳川家康さんは仏様を大切にしたんですよ。いろんな戦国武将そうです。やっぱり命を懸けて戦うっていうのは、どんだけ強い部下がいて自分に自信があっても、その一個自分のハードルを超えるためには新人っていうのが大事だったんですよね。ということで、戦乱の世のゆかりのお寺ご紹介しました。カチン、これ徳川に喧嘩売ってないっていう風に掛かりをつけて、大阪冬の陣が始まっちゃうんですね。これかなりの言いがかりなんですけど、よく見てください。この